あのですね、これは面白い話ですね。 A さんと B さん、 A さんと B さんがですね、会社に行くと何やらですね、悩みね、なんかこう揉めてるわけです。2人で、あじゃあこうじゃんと問題が発生してるんです。でもよくよく見てみるとですね、実はこれは営業マンと事務員さんだったんですね。これは何というかとですね、実はこれは対立の構造を見やすい組織の問題なんです。組織でよく起きる問題です。実は A さんと B さんではなくて、ね、売上をどんどん作っていく、ね、経費をどんどん使う営業マンと、経費を抑えてなるべく利益を残そうと、問題をなくそうとするこの2人の価値観の違いが生み出す組織の問題です。実は A さんと B さんの問題ではなくて、ね、そしてですね、営業マンは10あった仕事を20になするわけですよ。さあここで来ます。褒められるのは誰でしょう。誰ですか。営業マンですね。当然褒められるのは営業マン。褒められた上に賞、ね、報奨金までもらうわけですよ、ね、ところが10の仕事を20、ね、こなすのは誰ですか。事務員さんです。じゃあ事務員さんを褒めましたか。あんたたちがしっかりしてくれるっていうのね、俺たちも一生懸命ね外へできるよってね、あんたたちが頑張ってくれてって、報奨金も出ないんですよ。時給700円とか700円頑張っても、さらに褒められもしないんです。だから不満が発生するんです。認められてないと、あの人ばっかりみたいな、ね、そしてね、何をするかっていうと、この人はですね、業務をね遂行しようとします。この人たちの業務は、営業マンが出した書類をチェックしてミスをなくすことがこの人たちの仕事です。だから、ね、悪いところを見つけて、営業マンには、ここはダメでしょ、こんなことじゃ、これじゃダメ、迷惑かかりますよ、サービスの低下につながりますよ、というふうになるわけですよ、ね。すると営業マン、お前何言ってるんだと、俺は外でこれで頑張ってね、そういうこと言われる姿勢はない場合となるわけですよ。そしてですね、この間に、リーダーである C さんが仲裁に入ります、ね、で A さんの話を聞くと、ああそうだなと、分かる分かると、 B さん分かる分かると、ね、お互い正しいと、お互い会社のために頑張ってくれてると、ありがとうと、ね、だから仲良くしようよというわけです。ところが、ね、それでは仲良くなりません。なぜならば本当の問題は A さんと B さんが揉めていることが本当の問題ではありません。本当の問題はリーダーである C さんが事務員さんを褒めなかったことです。違いますか。本当の問題、いつもありがとうねって、頑張ってるねってね。でちょっとさ、今来ます営業マンに ねなんか買って持って行ってやれってね、とかね、事務員さんって、ね、もうみんなが一生懸命頑張ってくれてるけん、ね、頑張ってくれてるから、もう自分はね、もう本当心置きなく営業に行けると、全部あんたたちのおかげって、ありがとうって言ったら、この人も何も言わないんですよ。ところがそれを言わんから、事務員さんなんて言うかって言うと、あの人ばっかり給料をいっぱいもらってから、なんか偉そうにしてから、みんなからなんとかのってなるわけです。余計なことまで言ってしまう。本当はそう思ってないんですよ。本当は褒められたい、認められたいだけなんですか。という、まあ、こんなことが起きるんですよという。もう一つの例題で、こういうのがあります。150人の女性をまとめるコールセンターの幹部のもとへ、ね、A さんからクレームが入ると。あの人たちは、あの人たち、B さん、ね、いつも遅刻をすると。このままにしておくと社内の風潮が悪くなると、どうにかしてくださいと感情的に訴えられた。さあ、あなたはどう解決するだろうか。どうします。どうしますか。150人いるコールセンターですね。皆様は幹部です。あの人たちはいつも遅刻するんだと、どうにかしてくれと言われるんですね。さあ、どうしますか。はい、解決法としてですね、
遅刻をする者を呼び出し、遅刻をしないように注意する。遅刻することで社内の、環境が悪くなり全体の乱れにつながることを告げる。このことをクレームを出した A さんに伝えたと。解決しますか。で、遅刻をする人来てね、もっともっと言いましょう。来て、なんか最近遅刻が多いみたいやけど、家で何かあったとって、ね、何かあったとやったら俺に教えてって、ね、でもし何もなくてただ朝が苦手とかね、ちょっと寝坊したとかいう事情だったら、ね、少し早めに出てくるとかしてもらえんやろかと。でみんなが、ね、またこうそれが影響されていくとね、そこでいろんな不満が生まれていくと、これまた困る件ができればそういうふうに努めてもらえんやろかという優しく言ったとしました、ね、でそれを A さんにちゃんと遅刻するなっていう話をしたよと。さあ、A さんは満足するでしょうか。これね、これ実はです。実はですね、こういう話だったんですね。さあ、ここで問題です。遅刻をしないように注意したことで告げられた A さんは満足するだろうか。そもそもなぜそのようなクレームをつけたのだろうか。ここが問題であると。実は、遅刻することに感情的になっているのではなく、自分はちゃんとしていることへの評価が足りないから感情的になっていたのだと、ね、そもそも学っていう理屈をつけているんですけど、の解決法はこうだと。翌月から解禁書の授与を行ったと。すると文句が出なくなり遅刻も減ったというと。つまりマイナスにフォーカスするのではなくプラスにフォーカスすることで真の問題解決につながると。つまりですね、翌月からですね、報奨金を出したらしいんです。減少金ね、そしたら遅刻をしないぞーっていう運動が起きたらしいんです。悪口とですね、不満ってありますね、2種類ありますね。この違いは何でしょうっていう。悪口と不満の違いはね、悪口はですね、自分をよく見せたい時に悪口を言います。あいつより俺の方がすごいんだぜとかね、あいつより俺の方が正しいって言う時に人の悪口を言います。だから人の悪口を言ったら同調しないでください。うちの旦那はこうで、ああで、こうで、こうで、こうで、そうよねって、あんたの旦那最悪よねって言った日には、その言った奥さんが怒りますから。おかしな話ですよね。自分が旦那さんの悪口を言ってて、その子に同調するとですね、怒ってしまうというんですね。わかりますか？悪口はその人のことを言ってるんじゃないんです。自分の方が正しいとか、自分がすごいんだってことを言ってるんですね。じゃあ、不満は何かっていうと、良くしたいとき。もっと良くしたいときに不満が出るというふうに思ってください。これでトレーニング必要です。結構この人は正しさの証明は何かなって、何が正しいって言ってるのかなっていうふうに考えるんです。これ結構難しいんですけどね、はい、つまりここ悪口は同調しないということです。そしてここは正さないということです、はい、不満の聞き方、不満を聞いたら褒めるね、今言いました。不満を聞いたら褒めなさいと。早すぎるって言われたからちょっと残しておきましょうか。不満を聞いたら褒めるという、ね、この褒めることが大事ですよと、はい、ちょっと次に行きますね。これね、ある話、うちのスタッフにですね、これ不満会やったんです。うちのスタッフになんか不満ないって、俺でもさ、何でも会社のことでもね、お父さんのことでも、お母さん、彼女、兄弟、何でもいい、不満って言ってくれってありました。ああ言うて言うて、実は自分の彼女がね、仕事中に電話をかけてくる。お仕事中であろうが何だろうが頻繁に電話をかけてくるんだと。やめてほしいんですよ、これだけはっていうわけですよ。さあ皆さん、何と言って彼を褒めますか。はい、ここルールその1、同調してはいけません。ルールその2、正してもいけません。ルールその3、正当化してもいけません。ルール4、誘導してもいけません。さあ何と言って褒めるでしょうか。褒めるんですよ彼を、ね、スタッフ A は、ね、どう
うしたかったんだろう。まずここを考えてください。スタッフ A はどうしたかったのか。もう仕事中でもなんでも、もう必ず電話してくるんですよあいつは。最悪偉そうな女みたいに言いますか。どうしますかね。さあスタッフ A はどうしたかったんだろうかというのを考えますね。さあ前に座ったのが大月、どうしますか。自分が待っているのを、ああなるほどなるほど、彼女がそれは彼女お前のこと好きなんよって分かってやるよということですね。ということはこれを正してますね。でそれのその正しさの証明は彼女の正しさの証明をしたんです。じゃなくて彼の正しさの証明です。彼の正しさの証明をしてあげるんです。彼は今マイナスにフォーカスしているんです、彼女に。じゃなくて彼はそもそも何をしたかったのにフォーカスしてあげると彼は笑顔に変わります。分かってやれよって彼女がすると、あ、そうけどさみたいにこう笑顔にはなりませんもんね。なんか分かりした、分かるちょっと答えないんですけど、分かる、なんか自分だったらこうするって言うとかないじゃあ言いましょう、俺何て言ったか、すごいなとお前と、まあ、そこまで仕事に集中したいんかいと、ちょっと彼女電話する俺が謝るとってやって彼を褒めました。でしょ、彼は仕事に集中したいんです、ね、彼女を犠牲にしてまでも、ね、俺の会社の時間を優先したいって言うんですよ。すごいなお前って、ありがとうって、もう彼女俺が謝っとっけんってね、彼は笑顔に変わりましたね。こういうことです。こういうことを考えてやるんです。でね、一回ですね、ちょっとコンサルで入ってくれ言われて、ある広告代理店の30人ぐらいスタッフがいるところだったんです。そこに行ってですね、不満会を開いたんです。実際営業だけで、8人ぐらいで行ってね、でいろいろ説明して、じゃあ不満会を開こうと、何でもいいからちょっと不満言ってくれみたいにね、はい、ありますか。お、何言ってた。そろそろうちも土曜日を休みにさせてもらいたいですというわけですね。ほーってね、さあ皆さん何て言いますか。営業なんですよ。土曜日休みにさせてくれ。これもまた厳しいですね。褒めろって言われてる。で俺らこう言いました。お前偉いなと、かすごいと、お前さってみんなを代表して言ってやろうって、みんなが言いたいことを言ってやろうって、かすごいなと、それ外やろうやんって、どうやったら土曜日休みになるって聞きました。どうやったらそうなるって、いやもう月曜日から金曜日までもう仕事のみでやりますみたいな、仕事に集中してやりますみたいな、おそれ行こう行こうや、でもさって営業前やからって、相手サービス業やからね、土曜日とかにね来てくれてあるやん、どうする、それは行きますよ、おお、じゃあそれ行こうやってやったわけですね。さあね、一般的な上司にね、行くけもう一回言うてって、土曜日休みしたらお前バカかって、まあ、営業だろうかって、土曜日はお客さんはサービス業で来いって言われてどうするって、いや、まあ、行きますよ、行けばいいんでしょみたいになるわけですよ。結果一緒ですよ、結果はみたいなですね、まあ、そんな話もあった、まあ、それが本当に頭とかどうか分かりませんけども、まあ、そんな感じにプラスプラスに表現していくと、人は同じ行動を取るにしても積極的に主体性を持ってやる、やらない、そのさっきのやつでどっちが結果上がるかって言ったらもう一目瞭然ですね。感情はこれから起きる、ね、サインであるという、シークレットっていう引き寄せの法則って知ってる人、本がね出てますけどね、このシークレットの引き寄せの法則っていう、これねビデオもあるんですよ、ぜひこれ見てもらいたい、ものすごく分かりやすい、うん、要は人は思った通りになるんだっていうことです。なると思いますか。
思った通りにならないと思う人。ならない。ならないと思いますか。人、自分が変われる、変わらないけど。なるほど。なるほど。人は自分を求めながら、ね。ちょっとね、この話があるんですよ。思ったようになると。ね、うち息子に、お前なんと。自分が思ったら思ったようになるんだぞ。いや、ならん。じゃあお前ならんと思ってるんだなと。だけならんやったら、だけ思ったようになったじゃないか。ならんって思ってるからならないっていうことは思ったようになったわけです。でしょ？だから人は絶対思えばなるっていう。こういうね、その思考。要はですね、物事っていうのは行動したら結果が出ると。だから行動性って。だから行動しない人に行動性、行動性、行動性って合わせる、こうせる、どうするっていうんです。でも、ね、なぜお前はやらないんだってよく言うわけですね。なぜ考えないんだっていう。もう答え出てるんです。なぜって。そう思ってないからです。本当になりたいと思ってるから行動しないです。なりたいと思ったら勝手に行動して結果。だから全ては思考が引き寄せていると言います、ね、だからいかに自分の思考をもっともっと思いを深くするかが実は結果につながるんだって、ね、がむしゃらに動いて動いて動きまくっても実は結果はそう生まれませんよということです。もっと分かりやすく言うと、タバコ吸ったらガになった、これ行動と結果です。じゃあ本当にそうだったら違いますね。本当はタバコをやめきれなかったからガンになったんです。つまり思考の結果です。でしょ？悪いって分かってるんですか？でもやめきれなかったっていう思考の結果です。こんな話もあるんですよね。ある女の子が歌手になりたいっていうんですね。ところがね、緊張してね、この歌を歌うと本領発揮できないんだと。どうしたらいいんですかって。度胸がないんです、私みたいに。どうしたらいいと思いますか？度胸がない人、経験を積めば度胸がつく。え、どうした？ね、こんな話がありますね。親子で頑張って、より歌手を目指していた。それは娘の夢であったけども、同時にお母さんの夢でもありました。だから一緒にレッスンに行っても一緒に連れて行き、オーディション一緒に行き応援し、でも彼女はいつも緊張して本領発揮できず、いつも落とされる、いいところまで行って落とされるわけです。そんなある日電話がかかります。娘のところ、お母さんが事故で大変だと病院に駆けつけるんです。すると、もうお母さんがもう瀕死の状態、もうダメだと、ね。そしてお母さんが最後に言うんです、娘に。ね、私の夢を叶えてと。あなたはできる。って一言言うわけです。そして息を引き取るんです。そして娘はステージに立ちました。ね、その前に、その時に、私は何をやってたんだろう。本当に歌手になりたいって思ってたのかなと、ね、そう思いながら実は不安で不安で、間違ったらどうしよう、失敗したらどうしようっていうこと、どうしようっていうことばっかりだったと。でもこの母のために自分はステージに立つんだと決めた瞬間に声が表に出て、感動が相手に伝わったっていう。さあここで問題です。この彼女は経験したでしょうか？してませんね。つまり思いを深めただけです。で、私たちはですね、クアホームっていうリフォームの会社してますか？知らない。大改造劇的ビフォーアフターってあるでしょ？あれは長崎版で30分でこう放送している。実はあの会社は私がしてるんですけど、番組制作を実は僕がしてて、ものすごくわかるのがあります。本当にやってる人、思いがあってやってる人と口だけでやってる人、カメラを向けたら一発です。カメラを向けると思いが浅い人は緊張が勝って喋れないんです。ところが思いが深い人は緊張よりも思いが勝つんで、しっかりと自分のことを出せます、カメラを向けて。だからカメラを向けたらこの人が本物か偽物かってすぐ分かります。これは何かって
って経験じゃないんです。思いの深さです。いかに思いを深く持つかという、まあ、こんなことですね、はい。まあ、全然関係ないところに来たんです。その吹き寄せの法則という一節の中にこんなのがあります。感情はこれから起きる出来事のサインでありますよということです。苦しい、悲しい、辛い、嬉しい、楽しい、愉快、ね、この時に引き寄せるのは悪いことです。この時に引き寄せるのはいいことです。つまり皆様が社員と関わった後の最後のゴールはこれにしてくださいということです。リーダーシップ論、分かってるけどできない、これ行動ですね。これ自分を動かすわけです。分かってるけどなかなかできないのが行動ですね。これ自分を動かすわけ。そうですね。今度はできてるけど分からない、これ教育です。これ他人を動かそうとした時です。自分はできてるけど、ね、なぜできてるのか分からない。だから天才は良き指導者にはなりにくいというじゃないですか。なぜかって自分がなぜできてるかよく分かってないんです。だから教えきれないんですね。こんな話も、なんていうかな、こういう元で実は動いてないんです。これは皆様に話すために作っただけです。わかりますかね。どっちかというと私は、ね、感覚なんです、本当は。感覚でやるわけです。感覚でやるから実は分かってなかったんです、全然。自分では、ね、結構できてたんですけど、なぜできてるか全然分かってなかった。だから教育が下手だったんです。で、ここも、克服しなきゃいけないんで、なぜ俺がでこういうことをやってきたんだろうっていうことを紐解いていって作ったんですね、実はね、こういうことをね。で、その2ね、リーダーシップは何から始めるか。必要不必要というのがこう入り乱れる。まずこれを整理整頓する。整理整頓というのは必要なものを直し捨てて必要なものだけ残すということ。今不必要なものをなくしてしまって必要なものだけ残していくという、これが整理整頓ですよと。リーダーシップ、うん、でリーダーシップで、まあ、大切なものですね。コミュニケーションですね。コミュニケーションって、まあ、コミュニケーション上手下手っていろいろあると思うんですけれども、例えば話、コミュニケーションっていうのは話をすることでしょうか、それとも聞くことでしょうか、どっちでしょうか。どっち、聞くこと、実はですね、これどっちでもないんですね、はい。コミュニケーションは言葉や行動で成り立っていないんです、はい。例えば話が伝わらないのは話し方が悪いのか聞き方が悪いのかどっちでしょうか、というとどっちでもないんです。話が伝わらないのはなぜかというと、実は理解しようと思っていないからです。わかりますか、ね、言葉は真理で成り立っているんです。つまり自分が理解しようと思ってないのに、いかに上手に話そうか聞こうか、コミュニケーションは成立しないということです。自分の思いは伝わらないということです。だからいくらコミュニケーションを取ろうって、ね、信頼関係作ろうと思っても、相手のことを 理解しようと思ってなかったら、コミュニケーションは伝わできませんよと。そこを理解できませんよと。だからあれじゃないですか、口数も少なくてね、 そんな話も上手じゃなくて、でもなんとなくこう理解されているような気にさせる人っているじゃないですか。なぜかってその人のことを理解しようって思ってるからですよ、多分、うん。あの言葉ではいいこと言っても、じゃがあったら全てじゃが伝わるって言うでしょ。すごいねって言っても本当に思ってなかったら、思ってないよって聞こえるってね、それと一緒ですよね、真理っていう。でマザー・テレサが言ってますね、愛の反対は無関心ですっていう、ね、関心を持つことが重要ですよってことです。つまりそれが愛ですよってことですね。要は愛の反対が無関心だったら関心を持てばいいんです。それが愛でしょ。その人に関心を持つ、これね難しいんですよ。これはですね、
文明の弊害が生まれてますよね。面白くない映画を見れるという人見れないですよね。だけど皆さん知らず知らずの間に楽しいものしか見れなくなってるんですよ。面白いもの、ためになるものしか見れないんです。だからそういう人の話は聞ける、でもそうじゃない人たちの話は聞けない。ところが社員はどっちの人ですかってことです。上手に話せますか、社員さん上手に聞けますかって。どちらかというとそういうのが苦手、自分よりも少し若干苦手な人たちが多いんじゃないですかね。だから関心を示さないんじゃないですかっていう、ね、実はね、昔はね、自分よりレベルが低い人と付き合ったら何のためにもならない、嘘です。これこういう人ほど自分のためになります。本当にその人に関心を示して理解をしようと努めたらですよ。上の人は話楽しいから一緒にいたらやっぱりいろいろね、ためになることいっぱいいただけるから楽しいんですよ、一緒にと。実はただ怖がってるだけで、こんな自分で大丈夫だろうかって自分の中のコンプレックスをそうさせてるだけで、でも本当に重要なのはね、末端の人たちからどれだけの気づきをいただけるかですよね。ここがね一番難しいっていう ね。でもう一つ、これは皆さん実践ですからね、うなずいた後にね、そう思いません、ね、こううなずくだけじゃなくて、なるほどそうかみたいな言ってあげるんです。なんか私のことに関心があるってなるわけです。最初は形だけでもいいですよ。形だけでもするとどん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 ですね、それに近づいてきますから。本当に感謝もですね、感謝しなさいしなさいって言われて感謝しても思ってなかったらダメって思うでしょ。違うんですよ。感謝し続けたら本当に感謝できるようになりますから。本当にまずはそれを言う勇気が足りない、思ってても言えない人もいるんですから、ね、勇気を優先しますか、思いを優先しますかだけの話で、だからまずはね、これなるほどねって、でそれをうなずいてこう、なるほどなるほどって、ね、これをやるとですね、私も分かってる、あの辺分かってないのかなって、ね、分かった、じゃあちょっと別の角度で話をしてみるかっていうことになるわけですよ、ね、ただ話は皆さんが作るでしょ。だから私もこう見ながら、あ、なんか分かってるのかな、なんか面白くないのかなと見ながらしてるんですよ。で今日は年齢層もこうね、こう様々でしたし、も含めて実はその年齢に合わせて話してます。若者ばっかりだったらもうちょっと横着に話してます多分もっとテンポ早くとかね、こうやっぱりこう着ている人たちの表情を見たりとかのこう性別とか、俺6種類いると思ってるんですよ、ね、例えば社長と主婦、社長主婦でしょ、若者高齢者でしょ、それと男と女、6種類がいるっていう、この6種類の中でいろんな様々が来るんで、皆様にこうちょうど合うラインがどの辺かなみたいなことを考えて話したりとかっていうのはやっぱり皆さんが作ってるんだっていうことですね。つまりこれが愛ですよと。まず愛を表現していいなら関心を持つ、じゃあ持ってるというね、表現としてはうなずく、そしてなるほどね、さらに言うならはぁみたいな、吐きふけこう、はぁひーって言うよりはひーは使うんですけどね、はぁへぇほぁってこう、これもやれたらかっこ悪いけど、かっこいいリーダーはいませんから。実は本当ですよ、かっこいいリーダーはいませんよ。悪いのもやるというね、はあ、ね、関心を持つ、無関心、はい、無関心を持つとその人のことを受け入れることができます。受け入れるということでから関心が始まるんでしょ。ところが受け入れないとするとその人のことを無関心になります、ね、そして受け入れるところで他者対話になります。ほうほう、なるほどね、うわすごいねってこう他者対話、ところが受け
け入れなかったらこれ自己ためになります。周りも分かりますか、これ何やったこいつって、ね、口ではやろうでよけど実際できてないじゃんみたいな自己対抗でしょ。受け入れない人は必ずこうなりますよね。そして他者対応には表情があります。自己対応は表情がありません。何も言ってる。つまり皆様が反応しなかったら誤解されますよということです。この人はね、全然受け入れてないし分かってくれてないんだなと相手は思いますよと。皆様がそう思ってても思わなくても、ね、あ、愛し、私に対する愛はないんだなって思いますよと、ね、でつまりですね、こういうことです。受け入れて他者対応をやってる人はこういうふうに考えます。あ、こいつは言ってることとやってることは違うけど、でもこの言ってるようになりたいんだなと、だったらこの私がどんなサポートができるかなっていうことにこれ気づくんです。ところがこの人気づきません。なんだよってこいつって思った時点で気づきません。さあリーダー、自分のリーダーはどっちがいいですか。自分がリーダーを持ちたいならどっちがいいですか。自分のリーダーに据える人を置きたいな、こっちですか、こっちですか、ね、もうおのずと答えが出るじゃないですか。じゃあ皆さんはどっちにあるんですかということです、はい、なぜ人と会話ができないのかということですね。コミュニケーションなぜできないのかって、ね、自己対話しているからです。自分が正しい、自分が、ね、すごい、ね、みたいに自分を中心に考える、この拡大です。全体の収縮じゃなくてこの拡大をすると自己対話になります、うん、なんだこいつ偉そうによっとやとかね、ここになってきてしまうわけですよ、ね、何を選択するかによってエネルギーが異なりますよと、ね、つまり理解する理解しないになるんですよって。向き合うのは相手ではありません。向き合うのは自分の感情です。できてないその人に何やこいつって思うか、それは相手に向き合ってますよね。でも何やこいつと思ってる自分のこの感情を一回抑えて、ちょっと待てと、あ、こいつは本当はこうなりたいんだなと、だったら自分はどういう関わりが持てるだろうかっていうふうにこう切り替える、ね、こういうことですね。敵は閉ざせなくうちにいますよと、全てうちにいるんですよと、ね、この間の竹内商人のね話の中で、近代文明の落下でですね、近代こう経済ですね、外に敵を作るのが上手であるっていう話がありました。そうでしょう、ね、戦略して、ね、外をどん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 取っていくことによって豊かになっていくという、だからどん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 攻めていく、敵は外にいるって言ってやってしまうと勘違いが、大きな勘違いが起きてブレーキが効かなくなると。そのブレーキはっていうと自分の感情である、自分の、ね、内なる敵に負けると人を、ね、攻めますから、戦略して戦争したりとか、まあ、いろんなことが起きるとブレーキが効かなくなるという話がありましたね。全くそういうことですね、はい、いよいよ最後になりました。ペルソナってこう知ってる人いますか。おさすがですね。ペルソナって社会観って言うんですね。社会観、いわゆる例えば皆様が、サービス業をやってたとしましょう。例えば、ウェイトレスとかウェイターとかやってたとしましょう、ね、でその時になんか横着なことを言われたと、それでも仕事だからっていうことで、ね、怒りを隠すこと、 もっと言えば怒らないことができますよね。サービスだから、まあ、こんくらいのチッチみたいなね。ところがそれはシャドウっていうですね、自分の感情の中に閉じ込めてるんだと。
怒りを心にここにね。そしてこういう妻とか夫とか、まあ両親子供上司こういった身近な人たちから同じような態度をされると怒るわけです。そして今度はこの人にですね敵意を持つんです。そして攻撃します、この人たちを。そしてさらに怒りを溜め込むと、このことをやっているということです。実はこの人たちはこの人の悪いところを一番知っている人です。だからあえてそこをつついてくるんです。ピーポイントでパーンとここだとばかり。その時に怒りが出たら、その怒りはあなたたちの中にあるんですよということに気づきなさいと言われています。この人が言って生まれたんではなくて、あなたの中にその怒りがあるから出てくるんだという気づけと。相手に感情を向けるなと。自分の感情だから弱いいるほど防御して吠えるんです。だからカーッとなってきた、バーッときたってするじゃないですか、ね、笑ってください。こいつは弱いんだなと。自分の感情を抑えきれなくてきてるんですから。そうでしょ、ね、なんかガーッてくる人間強そうに見えるけど、実は皆様の方が強いんです。感情を抑えきれてる人の方が強いんです。見えてるだけです。実はこういう人たちのことをですねカルマチェッカーっていう、カルマチェッカー、こういう人たちがちゃんとあなたの怒りを教えてくれてるんですよと。そこも抑える抑える抑える、これが一番大事ですよと。だから極端な話、身近な人ほどうまくいったらここはもっとうまくいくということです。つまり売り上げを上げたければ自分の身近なスタッフを大事にしたら売り上げ上がりますよということです。もっとできますよと、はい。自分が幸せになる方法ですね。多くの人は他人を変えて、物を変えて幸せになろうとします。あいつが変われば、ここが変われば、俺は幸せになれると。そして自分は何もしません。そうでしょう。大体そうです。社長さんたちもそうよ。うちの部下が変われば、あいつが変われば、もっと自分で考えて動けばとか、うん、ほとんどそうです。他人を変える、物を変える、物を変える、お金をかけるか、してね、よくしようと。でも大事なのは、教育は自己革新からです。まず自分チェンジする、自分がチェンジすることからですよ。で、実は私もですね、5年前までも全然180度違いました。この今言ったことの真逆に言いました。そして変わらざるを得ない状況にね、よく言われたんですね。お前はもうちょっと苦労したらね、もっと大きくなれるんだなっていうふうに言われた時がありました。でも自分は自分なりに苦労していたつもりだったつもり。ところが本当の苦労っていうのは思い知ったことがありました。見返りがある苦労は苦労と言います。これは努力です。見返りがある苦労は努力です。見返りがない苦労が本当の苦労です。そしてもう一つ、苦労は自ら呼び込むことはできません。本当の苦労自らですよ。会社を自ら倒産させますか。そういう危機はね、そういう状況にならんと起きないんです。っていうことは苦労はチャンスなんです。自ら苦労を呼び戻すことはできてるわけで、人間ってですね、ちょっと俺3つの成長があると思ってて、ちょっと俺3つの成長があると思ってて、こう木があって、幹があって、根っこがあってとね、技術的な成長はここです。スキルとか、テクニックとか。そして、ここは生態的成長です。よくね、成長は俺3つ、3種類あると思うんですけど、例えば、成長したね。で子供たちに言う成長というのは大きくなった時でしょ、ね、で社員とかでなんかスキルが上がったら成長したねって言うとスキルが上がった時ですね。もう一つありますね。これ何かというとここの成長です。こことここはいい時にしか成長しません。
いい時にしか成長しません。ここは悪い時にしか成長しません。で、よく言うんですね。悪い時に流す涙は心に注ぐ水であるって。これちょっと俺が作った言葉なんですけど、いいでしょう、ね、悪い時に流す涙は心に注ぐ水である。結局ですね、ここが育たないと、ここだけ成長して成果だけ取っても間違った方向に使ったり根っこが腐るとすぐ倒れますから。だから俺がここができてなかったら倒れかかったんですよ。その時にチャンスだと、俺に足りないのはここだと、ここを育てようと思って5年間育てました。そしてなんとかね、こうなんかな、心が少しね、心で語れ、心で聞け、いや、いくら考えてもわからないんですね。そうさ、お前考えようもんって言われました。わかりますか。心で聞け、心で語れって、いくら考えてもわからないんです。